眠くない寝るの嫌だな寝ない怖がりだいやお化けだ楽しいコキンちゃんコキンちゃんもう夜よねんねしないとダメねんねしてコキンちゃん眠くないブンブンビシ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 ほじ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 えって、隠れて鼻ほじらないのもうバイキンマンみたいに鼻が大きくなっちゃうよペタ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 あー壁につけないのえもうもうふき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 ってほじ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 もう鼻ほじんないのもう鼻ほじっちゃダメもう鼻ほじお化けったらうるさいんだからもうこんなに鼻に詰まってて気持ち悪いのにもう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 ヒューこんにちはコキンちゃんあ食パンマン鼻に入ってて気持ち悪いんですね私が取ってあげましょうえ食パンマンが嬉しいほらお膝に来てくださいはーい
よいしょ、この綿棒で、それそれそれ、くり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 、ポン、取れました。うわー、食パンマンありがとう。お花綺麗になりましたね。よかったよかった。それにしてもすごいの入ってましたね。あー、本当だ、ハッカチー、ハッカチー、ハッカチー。恥ずかしくないですよ。花ほじって大きくなったらもっと恥ずかしいんですよ。花に入ってたらママかパパに行って綿棒で取ってもらうんですよ。あー、そうなのね。ご飯も食べてお腹もいっぱいでちち、そろそろパジャマに着替えて帽子をかぶってよいしょ、寝るにちゅー。赤ちゃんま、寝る前に歯磨きしないとダメだよ。え、歯磨きは嫌でちゅー、無理でちゅー。歯磨きしないと虫歯になっちゃうよ。歯磨きは嫌です、おやすみでーす。それ、あー、ベッドは気持ちいいですね。もう歯磨きしないと虫歯お化けが来ちゃうよ。知らないからね。もう、あー、ベッドは気持ちいいでちゅね。おやすみでちゅ。ドロ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 、歯磨きしない子は誰だ。ドロ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 、歯磨きしてないな、虫歯にしちゃうぞ。片付けするの？ちゃんとします。
戻してあげるよ。それでね、でね、うん、わかった、おばけさん。どうする？わかったんだったらいいんだよ、じゃあね。ありがとう、おばけさん。よし、お片付けしよう。でも、何からやっていいかわからない。コキンちゃん、お片付けしたの？してない。ドキお姉ちゃん、ごめんなさい、さっきは。あのね、お片付け、何からしていいかわからないから、一緒にやってくれない？いいわよ。じゃあ、一緒にお片付けしよっか。うん、ありがとう、ドキお姉ちゃん。はーい。じゃあまずはコキンちゃんはティッシュを集めて、ゴミはゴミ箱にね。はーい。こことここ、ここにもあるね。はーい、終わったよお姉ちゃん。じゃあ今度はお茶会セットをテーブルに置こうね。はーい、よいしょ。あとはよいしょよいしょ。ドキお姉ちゃんの人形ね、並べてあげた。はい、上手。じゃあ今度は脱ぎっぱなしの服をちゃんと集めて。はーい、帽子、パジャマ、よいしょ。はーい、ドキお姉ちゃん、これお洋服。はい、よくできました。コキンちゃん見て、お部屋がすごく綺麗になったね。うん、ありがとうドキお姉ちゃん。お手伝いもお片付けもお願いね。うん、ありがとうコキンちゃん、いい子だわ。